はいひとつき満殺の清水です今日はですねコロナあんまりメディアで語られないコロナの後遺症についてえー、話をしたいなというふうに思っておりますえー、これはですね無症状や軽症でもあの出るんですよねでさらに恐ろしいのはですねいやいやハゲる立たないなどですねもう非常にあの大変な問題の他にもですね えー、記憶障害を起こしてですね、注意力とかが低下するっていうもうイギリスの研究とかも出てきてですね、とにかくコロナの後遺症はですね、もう語り出すと恐ろしいものがいっぱいあります。はい。アメリカではですね、人手不足はね、もしかしてコロナの後遺症が影響で160万人が働けずにいるんじゃないかっていうふうに言われてるわけですよ。もうなんか、やばいです。恐ろしい。こ、怖い。怖すぎる。 話です、えー。今日はですね、コロナは軽症でも無症状だとしてもですね、まず無症状でも3割の人が後遺症になるわけですよ。世田谷区のデータではね。で、えー、中等症、重症とかになると6割が出たりするわけですよ。で、その中に記憶障害や集中力低下、で、さらにはですね、えー、ED、えー、あと、ハゲ。 とかがあって、もっと言うとですね、あのー、男性器がちっちゃくなって一生元に戻らないとか、もうもう何な,なんそれっていう。<laughs> 怖い。恐怖。恐怖。恐怖です。もう、そういうコロナの後遺症ね、これがいいですか皆さん、だいたい感染者の半分に出ると思ってください。半分。えー、の ってい無症状じゃないねやっぱねいやこれだから無症状っていう表現やめた方がいいと思いますうんやめた方がいいねうん恐ろしすぎる気がつかない、うん、ステルス症みたいな感じ、うん、だそうねステルス症の方がいいね隠れコロナとかなんかそういう感じの表現の方がんいやなんか怖いな本当に。うん、なんでこんなやこしい病気が 何なんですかな、ねいいうんでこんなのが本当にわかんなですよもなんかね。でもなんかウイルスの進化だと思いませんかうわあどういうことかっていうと水疱瘡とかペストとかコレラあとえー、っとまあこれらはちょっと違うかな、うん、でもペストはそうだな、えー、天然痘とか外見に出るじゃないですか。うん、でも、えー、外見に出ない病気ですよね今のところコロナって大きくは。うん でもこそっと外見で出よねこそっとそんなんやめてようん,うんあ何な,なんだろうこれどうしてどうしてこんな病気が出だしたんだろうないや天<罰>もうそれでいいか。 しかああだってただでさえね公的年金が減ったとかっていうふうにニュース出たじゃないですかそれは現役世代安富さんとか私たちのですね賃金が下がったからっていうことなんですけどもこの上後遺症で働けない人がバンバン出たらもっと年金も給料も下がるよ。うん ええー、のなんかすごいすごいダメージがうん国全体に凄まじいダメージでうん、うん、そのダメージ防ぐにはもうがっつりやるしかなかったのにね、うん、チャンスもいっぱいあったのにね日本は特にねなんでなんで,なんで何もせえへんの何で何もせえへんねんろ本当に。 なん,かなんで何もせえへんどころかなんか松井市長とかはとんちんかんこと言い出しますよね。ちょっと歌ぼかしいんちゃうこの人この人もしかして、ブレイフォグも。もう症状感染しありましたかね。だって、これ何言ってるのかわかんないですよね。大阪松井市長を保育園通園控えて自宅で育てられる環境ならって。え大阪みたいな大都市で、あのー、 保育園入れずに自宅で育てられますよ、OK っていう人ってどれぐらいいるんでしょうかえ,<っ>えいないよしかもだから大体もう最近、旦那さんは働いて、私は主婦で家に日家にいるのとかいう人、どのぐらいいてんの専業主婦の割合は減ってるやろ、確実に。しかも大阪市で、うん、大阪市家賃高いからさ。うん いや難しいちゃうゃん、無理でしょう。これは、無茶なことを言ってますね、松井さんは <laughs> 自宅で面倒見られるような人で入れんのいや、ちか、そもそも入れないから保育園通ってるんですよね <laughs> そうそう、うん、保育園入れられてるっていうことは、お事情が大変ですねっていうことを認められたってことじゃないのかな。うん ほんま、うちで見られんねんけどね、本気で立って、へ、えーえー、みたいな人がいるっていうことですよね、これは。うん、そういう認識やね。うん、いいでそういう認識で、かつ、うん、そこを自粛を要請したら、コロナが抑えられると思ってる。やっぱブレインフォークや。松井はアホやった松井どう考えても無理でしょ、これ。松井はアホの上に、 よりアホになってアホじゃないねん。<laughs> パーセン年じゃなくてアホの上にパーセン年ですよこれあ。結構すげえなと思ってる。でちなみにですね、厚生労働省のデータによるとですね、えー、現在この昭和五十五年の頃はですね、共働き夫婦と、えーえー、専業主婦の割合というのはですね、あのー、だいぶ倍ぐらい下がったわけですよ。 えー、でつまり、えー、共働きの夫婦が、えー、大体600万、えー、世帯しかなかったのに、えー、専業主婦世帯っていうのは1100万世帯ぐらいあったわけですよ。えー、でもそれが、えー、昭和55年、えー、これ平成26年までのデータなんですけども平成26年の段階で、えー、これがもう逆転してますね、えー、だからまあそもそも少ないよ。 少ない上にさ、うん、大阪にそんなにしっかり保育園ないから。しかもそうそういう吉羽さ、うん、そういう本当は自宅で何とか無理したら見られるんだけども保育園に入れてるっていう人がいたとしてもね、うん、その人たちがしたからといってさ、うん、そのコロナを抑えられるほどいるわけじゃないよね。うん まあ何言うてんのって話やこれ。うん。だから。なんかこう、ちょっとでもなんかこうやると効果あると思ってんだから、あのー、アホじゃないねん、パーでんねんじゃなくて、アホの上にパーでんねんっていう、<laughs> まあそういう。あすごいよね。あ<の>で、なんかこれ全体にそうだけどな、ね、うん、日本の。うん。こう、ああいう電、伝線 感染症をさ抑えようと思ったら、うん、例えば人流にしてもね、うん、1>, 1割減らしたら1割減るとかじゃないじゃない1割減らしたって効果ないやん 2>,、うん、2割減らしても効果ないやん、うん、3割減らしても効果なくて、うん、で8割とか減らしたら急になくなるとかそういう感じの反応するわけなんでとに、うん、かくウイルスが拡散しないような状態つまり R を一理するっていうところまで持っていかないといけないです。うん でそこにだからそれはですね、ちょっとやったらちょっと効果があるってもんじゃないからね、思い切りやって初めて効果が出るんだけど、効果が出たら、ドカンと出るんですよ、そう。そういう性質のもんでしょうで、うんで、なんで常に日本政府はさ、この,小出しむの、うん、やっぱ大日本帝国の頃からの伝統なんじゃないですか、戦力の蓄積投入における配線というのが。<laughs> <ー> このだから <laughs> 感染と症対策をこだしっていうのはさなんかひどくね <laughs> それでえー、っと医療崩壊はしてないことにしてるっていうねうーんだって東京のコロナの自宅療養の数とかもとんでもねえ数になってるからな <laughs> すごいね東京の自宅療養と入院療養等を調整中って2つ合わせて4万人超えましたよ 万人いますでこれに対して病,病院のベッドと隔離施設の数合わせても8,000人しかいないんですよ、えー、もう崩壊やで、ね、こんなん医療崩壊あ,あなんでこれでいいのねえちょっとよくわからんな止めようっていう気ないよねもうこれない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 よね ややっっててるる完全れなんで感染症対策っていう感染症前にしてやってるふりだけできるっていうその精神がね、うん、でしかもだからこの後遺症が明らかになるにつれてやっぱりどんどん増えてね、うん、増えてるふさっきのさその、うん まずこれ何これこれ全部抜けてしまうのではってやつはえこれねハゲ、えー、これ,これ別に男性じゃけだけじゃないよねこれ女性もそうこういう所悩ます女性を診察するそう浜中佐とこ院長って書いてあるから患者の中に27歳やんこの人ほぼ全量毛が抜けた人もいる。えー 頭白全体が急激に抜ける点が加齢による脱毛と異なり、年代に偏りはない。発症から数ヶ月後に症状が出やすく、10月の相談件数は8月の4.5倍。というふうに、これ、まあ、去年の11月の段階の記事なんですけど、まあ、オミクロンになった途端ですね、かかったら毛がね、増えるっていう後遺症は今のところ、あの、世界のニュースを見てもないので。 ほぼ全量外見に来るのきついよこれは発症から数ヶ月後に症状が出んのそうそんな病気嫌やん分かれへんやんだ,だからストレスミサイルみたいないやそれそ,そんな半年殺しみたいなやつ嫌やでねえなんか空手の3年殺しならねコロナの半年殺しみたいな感じでそ,そんな病気あんの <laughs> 超う嫌なんですけどい<や>治ってから半年後治ったと思ってから半年後にドドドって気が抜けたら理由が分からへんやんそんな、うん、あ重症化した人ほど後遺症が重い傾向があるあ<ー>ってことは軽症が多かったら後遺症がないってわけじゃないよね、うんうん もちろん。何なんなん、これ。あかんやろ。これ。で、これは。まあ、一応、ワクチンを打っていると、後遺症も減るというデータあるんですよ。お<ー>うん、だから、もう、症状の一環ですよね、要するにそれっても、えー、うん。 症状の一環として、えー、後遺症が出たら、後遺症でもないよね、これも。うん、症状だよこれちなみにこっちの,この、このこのもっと怖いやつは、これなんなんですか、このニュースウィー <laughs> これですか。ん <laughs> なんですか、一体。いや、意味分からへんねんけど。 えー、ちょっとこの <laughs> まあ安富さんが読むにはあの若干幅があるので、ねね、<laughs> この「ニュースウィーク」のさこのなんかあのまあ写真やめてくれるこういう <laughs> この, <laughs> このいやこもう信憑性がないんですけどこの記事全体まあ「ニュースウィーク」なんでっていうのを前提に読んでほしいんですけど、うん コロナ感染で男性器のサイズが縮小との報告が相次ぎ、一生このままという医師というのがいて、ですね、まああの血流の、血流によって、ね、勃起しますからで、やっぱりそこら辺の部分が血液全体とか、<S S ですかそうです。そういうのがやられるわけです。やられるんですよ。これ ま,まだ脳でなくていいかもれい,いやいや、まあ、そうなんですけど医療機関カイザー・パーネメンテの泌尿機械のアシュリー・ G ウィンターさんが「How to do it」という番組の中で新型コロナウイルス感染症による男性器の悪影響は血管内の、えーまあ、要するに血液がダメになっているそれが感染しあの関連しているのではないかと血管の内壁が損傷して機能が低下していると。 そういう、人類減らしにかかってるのかな、これ。人類減らしにかかってるんじゃないこれ。というわけで、かなり怖い。怖い。ていうか、あの、はげた上に ED になるというのは、ED になるっていうか、まあ、ちっちゃくなるとかって、これもう、だいぶ、 危機じゃないですか、ね、いしかも ED とかでこうメンタル問題とかそうじゃなくてこう物理的につまるっていうちちいはいどうですかね3 8ンチ小さくなったらちょうどいいっていうぐらいっていう人ってどれぐらいいるんだろうもう勘弁してよもういやーまあつうわけでこれかなり 怖いよね。これこれしかももっと怖いのもあるよ。この,<ん>この記事の一番最後の段落。え一番き最後の段落うんなんだってえー、ある男性が新型コロナウイルス感染症に伴って血栓を発症した影響で何時間 <laughs> 今。えー、っとんですか何時間も経ったまんまの、えー、僕 持続勃起症。あ、これは、社会生活無理だね。戦隊 <laughs> 扱いされます。これは。もう。ちょっとこれ。こっちの方が怖くないうん。こっちの方が、怖い。こいつがコロナってマジなんなんこれ。<laughs> <laughs> 何なんこれ基本的にはなんかこう血栓症なんですねうんそういうのが、ね、それがそどこで血栓を起きるかで、うん、いろんな症状が出るってことうん結果のないところなんかないからねいやないでしょうそっかないでしょうでも匂いが しないっていうのもさ、鼻が悪くなったんじゃないんだよね。そうです。あの脳みそのえー、っと匂いを嗅ぐセンサーの部分が破壊されてるんです。え、そうじゃ治んのそんな。だから百日、三百日経っても治ってない人とかいるからね。だって一回破壊されたら治らんいよ脳なんか。うん。つなぎ直してくれるのかな。いや直しません。つなぎ直してほしいな。 神経神経ならなんか起きいのか分からないけどその、うん、脳細胞って増えないんじゃないかな基本は、うん、あ代替したりはするけどさ不可逆だと思った方がいいと思うけどねそのまあそれはそうだうんうんやっぱり引きこもった方がいいんじゃないかなでお金配ってほしいんやけど 埋めないとでもやっぱりそれはよりも生活保護パーセントだな補足率を100%にすればもう安い,給料で働くよも安い給料で働くよりもまあそもそも日本は補足率が15%でまあ1,000万人ぐらい補足できてないわけですからその人たちみんなに生活保護を渡して嫌な仕事の人はもうあの生活保護を受けろってね あのコロナのなんか危険な仕事してる人や嫌な人はみんな生活保護にどうぞっていうふうに岸田さんが言ったら、みんな通勤しなくなるでしょう。うーん。これでもあれやね。しかもなんかあの、気温症の悪化っていうのが、ほ<う>この、ポイントみたいですね、<が>このオミクロンは。な,なんか、 そんな怒るわ。でもうそんなこれもともとさあの基礎疾患がある人がやら,、はい、やられるケース多かったじゃないですか。でこのこっちに注力してるみたいですよミクロンは。なるほど基礎疾患を攻撃してくる。だ自分の 自分で肺炎を起こしてサイトコミストームを起こしてとかってやるのではなくて、うん、既往症を狙ってくるみたいすでにかかっている病気をさらに悪化させてくるとそう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 が効率いいよねまあそりゃそうだうん、うん、そういう戦略に出てるみたいですよそんな戦略ゃなくていいそんな戦略は出なくていい 何なんだこれはこれはやばいなでも世界はオミクロンは軽症だっていう方向に流れてますからねオミクロンは後遺症とか気温症の悪化が中心シフトしたみたいですねうん、うん、でイギリスなんかマスク全部撤廃じゃんギャハハハハって うん、コロナあどうなってんのその後。えあれは、まだ、あのー、開始されてません。開始されてないんか。うん。なのであも、もうじきやるんや。もうじきやります。ただ、すでに。しかしね、うん、もうすでに増えてるからね。もうすでに増えてます。感染者減少傾向。感染者は減少傾向だっていうふうに言ってて始めたんだけども、すでに上がってます。 どうすんねやろいやもうマスクしたくないんだよね。うん、あ月1月の27日、規制撤廃だイギリス。おお<ー>。ってことは、季節性要因が重なるかもしれないけど、イギリス、基本ずっと高止まり方向だからね。うん。そこから2月に入った初旬ぐらいが見ものですな。うんそこでどう出るかによって。<laughs> マスクの有効性がテスストされますねいやマスクはやったほうがいいっていややったほうがいい決まってたもっと、うん、もコストが小さくて無害な対策だもんね、うんうんはあ、でもワクチンやっぱりなんといってもね家庭内感染が一番多いわけですから家で家でもマスク嫌だね家でもマスクとかも <laughs> <laughs> ありえへんやそんな <laughs> 無理や、うん ちょっと無理やねうん、うん、ちょっと無理ですそれはいやだいぶ無理かなうんなんていうかこのなんか今は大丈夫大丈夫って言ってるけどだんだんこの後遺症が増えて働けない人が増えていって、うん、数年後とかどうなってしまうの手合い AI 作る人がブレインフォグにかかったらどうなる ?AI がブレインフォグにかかったらどうしようそしたらもう人類別亡ですよ。<laughs> もう悩む必要ありません。<laughs> はい、大ならって感じ。いやー、うーん、なんかいろいろ取り上げるべき問題あるんやけどね。こ,ううんこの後遺症から目をそらしてるのが怖いよね。うん いろんなところが後遺症がない前提でウィズコロナって言ってます。なん,、ね、なんでそれを無視するんだろうまあそれ気にしたらもうどうしようもないから。ってこと分からへんないけど意味ないもんね。うん、な,なんで後遺症、うん、ちょっとよく分かんないっす。 らこれだけ恐ろしい結果は出てるなこれだけ恐ろしい結果は出てるが、えー、後遺症については知らーんっていう知らんって知らん,ん知らんなんででもまあ一応コロナ後遺症に、えーうん、ワクチンが効くのでもう後遺コロナに万が一 かかる万が一100が1ぐらいかかったときに後遺症が続かなくするためにワクチンを打っておくはいはいそれ <coughs> 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 それぐらいじゃない <coughs> うんまあもうやっぱりそのワクチンを打ったからもう大丈夫っていうストーリーですねうん気にすんなみたいなうんそういうぐらいにしないとまあもうやっていけへんでな だって、いやいや、えー、そんな、もう、いやっ言いたくないきついですよ。うん。ちょっと止めてもらっていいですかはいはいはい。いい停止。はい。というわけで、大会なんですけど、えー、あの、安富さんがですね、ちょっと止めてる間に、私、ランセットからですね、うん、えー、ロングコービットにですね、はい、ワクチンはどれだけ 防御効果があるのかっていうのをですねネイチャーじゃなくてランセットだからああそんなにいいちょっとまだ信用できますよこれは <laughs>、うん、で、えー、安富さんがちょっとおやすあの1位停止って言った間にですねちょっとこれざっくり読みましたはいはいえー、半分防いでくれますワクチンが半分の意味は意味は、えー、要するにワクチンを 打っている人と打ってない人、まあ、回この場合2回に、ね 2>, うん、2回打ってる人なんで、えー、これはです、ね、ロングコービットを半分減らしてくれる。2回打ってる人と打ってない人を比べると、ワクチンは、うん、あのコロナ後遺症を半分減らしてくれる。半分というのはつまり後遺症を自覚する人の数が半分に減るということそうです。症状が半分にマイルドになる。どっちなえっと自覚する人が いなくなくる半分に減る。はいで、出ちゃうとあんまり変わらないよねああ。そういうこと、そういうこと。うん、あのー、なんで、うん。うってと半分は結構。まあ、あんまり、ま,まあ、うんまあコロナがそのい一回の何で終わるんだ二十五パーセント下がるだけなんだよね。うん コロナそれったら OK やとかって思える人は少ないあうん。あ何二分の1の確率でえー、っと男性器が小さくなるのが4分の1だったらあーもう気にしなくていいコロナは軽症とかで <laughs> それはちょっとそんな,なんかお前それ多分ちょっと元が大きすぎるからっていう。ちなみにね今のジョークで言いましたけども厳密には。 あの ED とかになる人というのはコロナにかかって自分の位置ではないですからね、そこは間違いないでね。すべての後遺症か合わせていただいて。そう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 。あだからでもそれは基本だから、結成症なんですね。うん、でも本当なんか、それ。なんか、のもうその末端の方に話を持ってくるのがと気になるんですけどね。末端というのはだから中枢の方ほうに。 心臓や脳みそとか主要な臓器がやられていた結果、血栓ができる、まあ確かにその通りですよね、そうじゃなくて、末端の話だけしてるもんね、今。a d にしようね、頭髪の脱毛症にしようが何もですね、中枢の部分の不調の結果なのではないかという気がしなくもないんだけど、この症状の多様性を見ると。うん でもその血栓で説明するっていうのはさ、あのいろんなところの末端部分がいろいろ悪くなるって話じゃないですか。確かに、血栓だからさ、どこが詰まるかわかんないわけだから、いろんな症状が出るっていうのはそうなんだけど、うん、だってこれさ、うん、例えるんだったらさ、たばこはぶわーぶわーぶわー,ーってヘビースモーカーの人がね、最近、口が臭いな、うん、この人、よし、タバコの、ね、副作用は、口が臭くなること。 言っいや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 、肺がやばくなるんですけどっていう話じゃないですか。<laughs> それそういう感じですよね、要はこれ。そういうふうになんていう、医学っていうのはさ、そっちに行きやすい傾向があるんですよ。うん、ああ、なるほど。まったんまったんにね。まったの方に行きたいやつ。なんでかっていと、説明が難しくな説明の。 チェーンをくくしたくないじゃないですかうんか血栓詰まるからこれが出る血栓でこうが詰まったからこうなるんですっていう方が <laughs>、うん、あの説明原理として楽だし、うん、だからじゃあこの決な何とかすれば何とかなるかもねみたいな感じでいくじゃないですか。うん、だけどその脳の,のどっかがやられてるとかってなるとさ。うん こう説明が長くなる、ね、長い立証は難しいれなるし、うん、それからもっと良くなるんですね、どうしようもないですねっていうそんな研究にはね、あので<も>ワクチン会社もお助成金つけてくれないかよ。<laughs> だから、あのこれすごい、またその、みなまたマンダラの話なんですけどね。うんうん 水俣真太郎っていうのは原和夫監督のねあの最新作の水俣病院の映画ですけど、うん、あの駅の教授っていう、うん、あの熊本大学の医学行動駅のコックスみたいな名前の先生なんですけど駅の、うん、コックスみたいな名前ってちょっと <laughs> 覚えやすいズレーですよ水 <laughs> が難しくてですね <laughs> 水浴びの浴びるに野原能で生きろっていう,、うん、ていうちょっと難しいな場合覚えにくいですけど、うんうん この方がですね、うん、あの患者さんからもらった脳みそを、うん、あのカバーに入れて地下鉄に乗ったりするあたり電車に乗ったりするあたりが一つのクライマックスなんですけど、うん、その先生が証明したことっていうのはそれなんです、うん、だからあの末端の方でやるっ,ってね、うん、でそうするとねそのトーラーあのメチル水銀有機水銀の蓄積が引き起こすのはですね、うん、脳の。うん 大脳皮質のあたりの細胞やるのがメインなはずなんですところがですねその餃子としてずっと言われてきたのはその末端神経症なんです<う>そっちで説明しようとするんですねうん、うん、でそうするとえっ、ー、と主要な患者の方を全部取り逃すことができるんですそうするとあの認定するべき患者の数が一、ね 1>, うん、1割とかになるなるほど それでそのえっと水俣病にてくれるの認定って問題が発生するん,すうんその根本はですねその病臓がおかしかったから、うん、その立証されたんですけど、うん、だからその最高裁で判決で買ったんですけどうん、うん、にもかからずその末端の基準を使うんです、ね、ああ気持ち悪いあ、うん、気持ち悪すぎる気持ち悪いでしょう、うん、だ,かだからねそのもうね半ば意図的なんだよねいや違う半ばというか パー意図的やろあ<ー>それ <laughs> <laughs> そうそう、でそれでだからその駅の先生はそういう研究をするとです、ねうん、何もいいことがない。そりゃそうやろう。研究費はもらえない。誰も相手にしない。うん、なんか真空地帯になるところに立つ。うん、原さんしか聞きに来えへんで、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> やばすぎる。<laughs> やばいややそんな <laughs> やばいよね原さんしか聞き込めでてそんな重大な研究を映画監督しか聞き込めておかしいでしょ<笑><笑>はあそれでそのこんな研究してたらね、うん、う水俣病なんとかセンターの所長になれとか言われたらどうしようとか思ったらうんおたての気流だったみたいな真空地帯になるからみたいな,たいなやばいね おでそれなんでかって言ったらその末端の方にしないする、うん、末端の方に説明をいくように医学の構造ができてる、うん、そうじゃないとそのお金が出にくいっていうい普遍的構造がまずあるわけんそれでその説明権利が長くなるその中枢の脳からのその全身的なその症状ってい,いう方には説明を持っていきたくない。うん そうだとするといろいろややこしいことが起きるからみたいな感じでその,、うん、そのあ何その企業とか、うん、汚染企業とか国とかその権力の方の都合だけじゃなくてですね医学、うん、にもそういう都合があるみたいなんその両者が合致してですね、まあ、そういう説明原理を作って患者を排除するっていうことはずっと行われ続けてるもなるほど。うん。 そうすると、今、私がこの見つけた、記事もダメやな。うん、えっと、ヘルスラインっていう、まあ、ランセットよりはだいぶ、あの、信頼性は低いんですけど、うん、えー、オミクロンと、えー、ロングコービット、コロナ後遺症、私たちが、これまでに分かっていることっていうふうに見出しに書いてあるのね。うん、ふんふんふんって読みました、私。ふんふんふん,ふん。はい、ふんふん。あ、なるほど、結論、よくわかりませんって書いてある。るとしいんじゃそ、ね、うそう、要するによくわからないから、 気をつけろって書いてあるわけよ。あ、その間、いい、スタートしてますよね。うん。でもさ、こんなのさ、嫌だよね。みんな。だめ、そういうの、だめだ。だめだめだめ。そういうのはだめですよ。怖い。医学の信頼が落ちてしまうじゃないですか。いや、むしろ正直でいいと思うんやけど。私的には、コロナなんて、新しいものが出てきた時に。 1> ね、うん、1>, 1年も経たない間にワクチンが作れた方がビビるわでもそれがね、うん、あのワクチンは本当なんかね、怖いんですけど、うん、もうもたらさないとか思って打ったけどさ、うん、マジ怖い。んかオミクロンは軽症だーっていうふうに言ってるけど、残念ながら、コロナ後遺症を引き起こすかどうかに関して、そこの部分も軽症かどうか、から分からんっていう結論だいぶ分からんやっ、ねうん まあ,あの半年、1年ぐらいデータがたまって、デルタよりも男性器がより縮みやすいですとか、あの10円配が500円玉ハゲになりますとか、なんかそういうの分かっても、まあもう、なんか手遅れ感が半端ない。うん。あ、こっ。なんなんこれ。だからね、思うかもう、ちょっとそっちの方を疑った方がいいと思いますけどね、うん、私は。ただですね、安富さん。 はい、このロングコービットワクチンとかオミクロンね、えー、ワクチン、うんえー、ロングコービットとかで検索するとですね前の感じだったらニューヨーク・タイムズガーディアンインディペンデントとかいろんなところがちゃんと取り上げた今はもう専門誌ばっかりが出てくるようになったつまり海外の主要なメディアもあまり取り上げられなくなりましたうんだから怖くねこれ。 ね世界中でやっぱりこれもう見ないことにしてるんだろうな。だからだからさあの、この診断、ただ検査しない大きな理由はそれやと思うんですよ、うん、日本がね。うんうん、コロナにかかったっていうことが確認されてから、あとからあとあときたらさ、ややこしいから、なるべく検査せんとこっていう。うん そうすると水俣病みたいに「いやあなたの不節生でハげたんじゃないですか?」とかって「あなたの不節生で立たなくなったんじゃないんですか?」とかっていうふうにこう言えるから税金はかからないついでに第5類に変更することによって、えー、とコロナの飲み薬も ICU の金額も金取ったらやーみたいなうん、うん、そういう悪意を感じるなそう <laughs> いやまあ、うん、それなんかもうでもね うん、日本は検査すらしないけど一応海外は検査は一応するけど大丈夫だっていう理屈なのと、うん、日本は見なければ平気だみたいなので、うん、根性の度合いがだいぶ一個違う感じがするんですけどします、ね、なんかまあこれね海外のニュースなんだけどあのウォール・ストリート・ジャーナルのオピニオン記事です。うん、これねあのー まあすごいざっくり言うとですね、集団免疫の時代は終わった。ね。自然免疫における。ね。これからはワクチンを打ちまくりによって人類はコロナを告知するみたいな見出しになっててですね。あ、こわって。見れない。こういうの。だからもう本当に、だから、世界の体制はそうなんだよね。なや、もう本当に追い込まれてるんですよね。追い込まれてる。で、このまんま、 えー、コロナがね、えー、そういう方向に沈んで、えー、っと本当に、えー、後遺症もなくって軽症で消えていくっていうのは無理だよ、えー、残念ながら。俺はどんどん悪化していくだって人類が油断するんやったらそれだけかかりやすくなるんだからさ。えーうん 俺はほんまに怖いな。だっては、はげたら嫌やんまず。<え>俺、ちなみにあの髪の毛なくなったら配信やめます。<laughs> 恥ずかしいもん。<laughs> 恥ずかしいやん。でもそういうもんでしょ。うん。あの猫かぶりにしたら、ねや、ズームの。え、ズームの猫かぶりうん。あ、なんかあのー、えー、っと、いわゆる。 エフェクトをかけだったら俺も安冨さんみたいにもうこの静止画になって二人とも静止画 <laughs> ラジオ番組そ <laughs> <laughs> って前に5歳の今もう髪の毛生えてるうちにやっといた方がいいかもしれない <laughs> <laughs> いやいやうんまあなんで、えー、そういうのがどん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 進行してるのは事実なんですけどん<ー>うん 怖いですね、うんまあ、とはいえね、あのー、オミクロンは制御可能かもしれないっていう安富さんの動画があって、えー、あれは実効再生産数が上がってるんじゃなくって、潜伏期間が短くなってるだけだっていう過程でいけばですね、抑えようと思えば抑えられるんですよ、コロナは。そうそう,そう、うん、ってことは、なんとかなるかもしれない。 なんとかなるかもしれないけど、とりあえず松井市長とかはクビにしたほうがいいんじゃない <laughs> もうどうしようもない、こいつはもう。どううしようもない、うん、でも日本の政治の,政治の対応速度ではもう、だめですよね。うん、だからもう全員移りまくって止ま、ま勝手に止まり始めるまで逃げ切る、一、うん、人で。そうね。<自>うん各自逃げ切る。で、各自逃げ切るが不可能ではないっていう。うん 難しいけどね。うん、難しいけど。そういうことがあのいいニュースだったんですけど。うん、あんま見られんかったなあれ。何もそうことな。てっかくいいニュースだからみんな見てとか思ったら。うん、<laughs> なぜもっとわかりやすいニュースの方がよかったんじゃない <laughs> あ、うん。そんなに。え、オミクロンは完全に軽症だ。ああ<ー>。うん 3 5センチ縮むとかそういう分かりやすい話それ,それはいいニュースじゃない <laughs> しかも記事によると3 8センチだからか <laughs> <laughs> 結構きついよそれは <laughs> うんまあでもえー、これ実際ロングコービットがどんどん増えていったらコロナを抑えてる国の IQ が相対的に高くなりますよね いや大変なことですよ。<laughs> 中国と台湾が強くなるってことか、ねやまあ、これどこまで耐えるかですけどね。まあ、中国まだ耐えてるよね。あのー、北京オリンピックで世界経済崩壊せえへんかなっていうのが私の中で一番の今。一番,もう一番の心配こなですな <laughs> んですけど <laughs>。頼むからやめてくれ。<laughs> 頼むからやめてくれ。<laughs> いやだって。 天津が最近、まあ横浜みたいなもんですけど感染が増えてるでしょ、ロックダウンされたでしょ、うあれでトヨタとフォルクスワーゲンの工場、止まったんですよ、ね、あれは、その後どうなってるんですか、天津は。天津徐々に抑え込みつつはあるけど、他のところで流行りだしてるからね、あ<ー>一番直近、この1、2か月で高かったのは、12月27日の361人、中国。 うんだけど、えー、最新のデータでは63人まで減ってますから、うん、気合と根性で抑えてはいるよ。お<ー>、うん。すごいね。よく抑えたよなよ。っていうかさ、中国のがコロナを抑えてくれなかったら、うん世界経済終わりやっていうリスクをですね、<laughs> なぜほとんどの人が共有してくれないんだろう。<laughs> あんまり通じないよね。うん なんか、ちょっと極端なこと言ったはるなぁみたいな感じで受け取られるじゃないですか。どちらかうと。そういう雰囲気は感じますね。うん、で、どちらかというと、ゼルクヌーとかやってて、バカなんじゃないのとかって言ってるわけですよ。はいはいはい。うん、で、最近は。ありえへんね <laughs>、うんほんまに。中国がさ、あの、郵便経由でコロナの、えー、オミクロンにかかったっていう、ね。ああ、あれね。 ね、それに関してはですねあのいろんな人がバカにしてるわけよ。えー、あああんなことでやってて気にすぎやバカーみたいな感じでこう言ってるんだけどそうじゃなくってあのー、守るために中れはだって別にそんなどこからかかったのかもど,どうやって調べてもわからないから。うん 考えられるのはもう郵便でカナダから来たやつでしかもそのカナダ来た郵便についてたんですよねコロナの断点が、うんはい、もうひょっとしたらこれで感染したんちゃうかっていう仮説以外にはもう説明はつかないっていう話だから、はい、でしかも確定で言ってるんじゃなくて可能性を否定しないっていう程度だからさうんだから気をつけろよって言ってるよね、うん そういうのに…ふいふいって触らんといてやって言ってるわけ、ね、そういうのにみんなさええ、エーエンディクトゥディティブで言ってるべーかーみたいなあ、ちなみにじゃ、ね、もう意味わかんないけど中国全土で23人まで減らしたみたいなうわー減りましたねこれは…なんとか抑え込んでるんだよなこれはの気合と根性やねうーん。やればできるのになんでやらへんのよね。ね 中国ができるんだったら、日本だってできるだろう。うできなないいのかもしれ日本の官僚を追い出して、中国の,その官僚に入れ替えたっできませけどね。<laughs> ちょっと400万人ぐらいちょっと雇っていいって言って、<laughs> <laughs> ちょっといいってちょちょっと。ちょっと経験するとほそんなにいらないところです経験すると20人ぐらい呼んできてさ。<laughs> 20人でいいので、厚労省のトップに強す制で20 <laughs> 前円あ,あなた方でやってって言えばできるんじゃないかな。確かに。でもまあ、うん、猛烈なサボタージュをするでしょうね。うん、まあね。 したが、うん、いやだからそれを防ぐためにはもう400万人も公務員丸ごと特会中国経済の破滅が世界経済の破滅に想像がついってる、ね、のかな<ー>あれ例えるんだったらさ日本が心臓でね中国が肺だとしたらさ「う肺、うん、が病気になったら邪魔!」って言ったあかんでしょ <laughs> <laughs> そんなの赤いやんかなんでせやけど不思議なんやけどさ、うん、その今中国が戦争を起こしたらさアメリカは対応できないじゃないですか、うん、できないねだっ,てだったらアメリせめてアメリカ軍はさ、うん、ゼロコロナにしてほしい、うん、でも沖縄はもう沖縄だけでアメリカ軍5000件とかってなってたよでしょ、うん、なんでそういういことを 私たちを放置すするんですかやる気あんのないでしょう。ってことはかアメリカの軍備ってんなんそれいややる気なかったよ最初から。なんか脅しに行くだけ。 ありりえへんと思うねやっぱりうん、うん、本当にさ世界の検定だと思ってたから、うん、世界覇権を維持するぞと思ってんだったらさうん、うん、どんな犠牲を払ってでもアメリカ軍だけは守らないといけない。うん、いきなり空母やられたからね。うん、今アメリカ軍はもうき起動しないと思うんですよ。それすごい恐ろしい話だけどね。うんうん でねあの中国が本当に軍事力で決着をつけようと思ってるんだとしたらさ、うん、今のチャンスを逃すはずはないと思うよ。うん。絶対。うん<ー>。そう考えるとやっぱり中米中対決っていうのは軍事衝突ではないよな。 だからねそうそういう単純なビジョンは通では説明できないと思うんだけどね。うんうん、うーんいやー、じゃあ、えー、っと、この、あっ、ということはアメリカ兵、どん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 ロング交尾ってなっていくわけやな、これから。だからもうとも,もうアメリカ軍 やる気ないって、絶対だから真面目に考えてないとしか思えない、うん、できないわけがないやん、中国ができんねんから。ってことはやっぱり、アメリカ、なんか分かれへん、うん、なんで私が大統領やったら、<laughs> もういいアメリカ人はいいから、うん、アメリカ軍だけ守れってっ、うんまあ、もうそれだけでもさ、さもう最後のそこだけはやってくださいって。<laughs> もう全員、も PCR、全員毎チやれって。うん ね、まあかかったやつは除隊じゃんみたいな、<laughs> うん、そのぐらいの勢いでやらないとだめじゃん。だめね。軍隊ってさ、いつ戦争起きるかわかんないから。うん、謎なんですよ。だから謎ってかくから、こいつは本気じゃなかったんかみたいな。うん、<laughs> まあそれに自衛隊だとそうでね。うん 自衛隊なんかもう感染者ゼロにしないとダメやん、うん、中国が攻めていけどうすんねんって、うん、本気で中国攻めてくると思ってんねんやったらさこ、うん、れはなんかポワーンとするってことお前やる気ないやろって、うん、<laughs> やる気ないよねって、うん、だって自衛隊でもクラスター出てるからなうんうんう軍事費があんがんからさうんうんうん 軍事費の、うん、その1割ぐらい減らしてその貿易すべきでしょうん、戦車何台か買うのやめた金でですね、PCR 検査を全自衛隊員に毎日すべきじゃないのおお自衛隊は順調にあのコロナが出てるっていうふうに、防衛省のツイッターがぴょこんって発表してますね。もさ軍事力を あら今のところコロナだからの軍隊機能しなくていいんですっていうわけにい,くいかんでしょいや無理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 そんなの無理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 もうでしょだって松井市長みたいにあの現在自衛隊は感染者がたくさんいるので、えー、中国など敵国に対して攻めてこないよう要請したとかってたアホやんそれそうでしょ、うん、だからその本当に防衛力がね重要だと思ってるんだったら、うん どんな犠牲を払ってでも、うん、どんなに武器弾薬を減らしてても、世帯、うん、の絶対にコロナに感染しない体制、うん、多分コロナに感染したとしたら、そこは直ちに切り離して、核有権の体制を構築しないと防衛力を守れないじゃない。うん、やらないじゃん。やらんね。本気じゃないってことだよね、それ。だってほら、あれ、海上幕僚長だったっけ そうそうかかったったね。かかったったやん。うん。でも海軍のトップがかかっててしかもそれが、ね、宴会してたとか、なんじゃそうやってよって<ー>まあ去年だね。やるがないっていうことだと思うのよ。うん、そんなん国母にならへんからもうこう言全特会せなあかんとかそういうレベルやねんけどさ。うん、なんなんかおかしいよね。うん。うん。すごくおかしいと思うんです。おや。 あやあやー。なんですかええー、海上自衛隊の護衛艦でコロナ出航直後、控えすっていうニュースがあったんですけど、速報で、新型コロナ、東京新規感染者1万人を超え、過去最多の見通し。うん、ああ。まあ、行く、ね、やはり。まあ、行くよね。というか、ん、まあ、10万人いってるってことね。まあでもねなんかね東京都の 無症状感染者の比率は低かった、うん、どういうこと要するに無症状感染者をちゃんと補足してるんですようん？要するに無症状感染者あと症状ありでの割合で言うと症状ありパーセントしかいなかったですしあれ何パーセントキパーあそうなのだからあのちょっとこれ東京都の公式のねデータなんだけども 東京都の公式のデータで見ると、はいはい、えっと、マーしてるってことね。マークしてるんだけど、陽性率は21%あるっていう謎のデータ。いや、それはおかしい。うん。だから、な,なんか変んじゃないこれ。<laughs> それはおかしい。うん。これなんだ、なの完全に何かおかしいよ。うん、これ、東京都の公式データなんだけど、えー、っとね、この下の方に書いてあるんだが、えー、あったあった、えーっと。新規陽性者の数。 これ一月二十日、えー、無症状、新規陽性者、無症状の割合、九点一パーセントと把握してるん無症,無症状が点一じゃない。そう。おかしいし有症状が九点一じゃないといけない。ああ、そっかそっかそっかあ。じゃあこれは無症状は九十一パーセントじゃないといけないです。すみません、これ私の願望ですね。

あのー、最近ですね、ぐるぐる回りながら、あのおよしになってお大官様ってあるじゃないですか。ね、あれをやるのがあの私の中でブームなんですおよしになっておみくろ様およしになっておみくろ様良いではないか、良いではないか、次のメイクを剥がしてやるぞおよしになってお大漢様良いではないか、小石織りしてやるぞっていうそういうギャグは私の中で流行りです。しまった 願望だからかつては26%ぐらいやったから、この場合は把握率が、えっと、た3倍ぐらい。それでもね、それでもまあ。あっ、ちゅうわけで、ごめんなさい。んうん、いやー、ってことは、うん、やっぱり。これ激減してるから、やっぱりぴったりですよね。ってことは、やっぱ10倍おるやんけ。ねえ、間違いなく言うよね。ほんとはこっちの9.1%が90%やねんから。しまった。 願望でで目がくらんでいた、うん、1>, 1万人行くんやったらもう 1, 1>,、うん、1 0人が無症状と出てるということであればもっと減ってるん、ね、うん、こうやって人はね、うん、データを間違えます。はい、っていうか。9000人,<こ>人ってことだよ、ね、ざっくりな。っていうかあの小池百合子はさ、このデータ見ておかしいと思わへんの頭がね、もわわんってしてんじゃん、ね <laughs> だ。だって大臣がさ、 <あ>あの重症者の割合はさ、5%ですとか言って、中東表と重症者の割合5、5% <laughs> それ、オミクロン10倍強いって告白してるよみたいな、うん、気がつかないじゃないですか。上、うん、がんな、これ、まあ。上がんな。だ本日の東京の感染者数は、1万人から18万人みたいな感じ。<laughs> えで、そんで、えー、一体何百人、何千人の人が短くなったのかっ。<laughs> <laughs> あとは。えっと、半分後遺症。4分の1後遺症。半分後遺症ですね。うーんあでもワクチンを打ってることを考えると、まあ、4分の3ぐらい。いやいや、半分4 4。3分の1ぐらいかな。<laughs> いや、間違えたわー。うーん願望で目がくらんでた。 ハ <laughs> じゃあ片岡さんとの会でもう一回説明し直す願望で目がくらんだっていう願望で目がくらんでおりました絶やっぱり絶望っていう動画を片岡さんと撮らなあかっ <laughs> こよ<れ> <laughs> やだなでも陽性率が21%から5倍ぐらいやっぱりいるのかなとは言ってたんですけどうん間違いなく言いますね, <laughs> ねまあちゅうわけで、えー、今日はえー、っと、うん 短くなりたくない人、ハゲたくない人は必死で逃げようという、うん、そういう結果ですね。はい、かなり逃げないとやばい。1>, うん、1万人か。うん、というわけで、今日もできる延びることができ,るかできるか、それには、<laughs> とりあえず。えー、安富さんのですね、複雑さを生きるや、ね。 生きるための論語シリーズね。しかも生き延びるための論語シリーズって名前変えようかなこれ <laughs> <laughs> ぜひヒントになることいっぱい書いてあるの YouTube 説明欄32,000万2千円で販売中ですロン語講座シリーズ買ってねということで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれでは